しい気持ちと、まあ、ほっとした気持ちと、まあ、両方持って、今います。本当にシーズン苦しい、時間が多かったですけども、選手たちは本当に粘り強く戦って最後の最後にこういう残留勝ち取って出ました。その原因というのはやっぱり皆さんの声援のおかげだと思っています。また今後こういう苦しい状況ってくるとは思うんですけども、またさらに、皆さんの、さらに応援を、まあ、ここで期待してお願いして挨拶に帰りたいと思います。そして自分のことですけども、5年間本当にありがとうございました。